仏説魔化安若波陀心経漢字財宝作業時安若波陀陀寺証券五雲海空洞一切空役者利子四季不利空空不利四季四季即税空空即税四季重創業四季役分尿税者利子税小億総雨小雨滅空空上雨増雨減税航空重無四季無重創業四季無限二美税死二無四季上皇未即法無限海内死無意識海無無名役無無名人内死無老死役無老死人無空重滅道無知役無得意無償特攻法大殺退安若波陀陀心経死無形芸無形芸公無空恩利一切天道無創空享年安三世小仏安若波陀陀徳川徳川徳川三脈三宝大高知安若波陀陀徳川大臣衆税大名衆税無常衆税務等同衆の上位細工真実高校説安若波陀陀徳川収束税衆月ギャーテギャーテアラギャーテアラソギャーテ坊地粗悪化安若信用2015年10月17日となりました。皆さんいかがお過ごしでございましょうか。ただいまはネットラジ、ネットラジはちょっと今日お休みですね。FC2 とツイキャスの方で配信をしております。コボくんカフェ中の人です。ですね、今日の、サムネイルはなかなかいい感じでしょう。これちょっとね、今日届きたてほやほやの高野さんの映像ですね。まあ高野さんじゃなくて、まあ正確にはこう降りたところかもしれないですけどね、まああっちの方からもらったものです。昨日まああのちょっとお休みをしてしまったので、今日は少しだけ読ませていただこうかなと思っています。それでは参ります。仏弟子の告白テーラガーター、中村はじめ役岩波文庫。二つずつの四句の修正第五章第201句。ああもろもろの悟れるもの仏陀よ、ああもろもろの真理の教えよ、ああ我らが死の円満なる幸運よ、そこにおいて仏陀の弟子はこのような真理を体得するであろう。ここはですね、まずブッダに、何でしょう、帰依してますよね。それから真理の教え法にも帰依してますよね。仏法僧僧はまだないというそういう時代ですね。今のシャレじゃないです、続けます。第202句。過去の無数の行において彼らは自分の身体なるものを得ていた。それらのうちでこれは最後のものである。これは最後の収容素集合、所要素集合の身体である。まあ所要素集合もろもろのダルマ、つまり四季即重創業四季、心と体か、まあ、心の作用とかですね、そういう全てのものが寄せ集め、その全ての寄せ集めなわけですけれども、それがまあ最後の寄せ集めたられた身体で、あるというわけですね。続けます。生と死を繰り返す輪廻、再び迷いの存在に入ることはもはや存在しない。クマーラカッサパ長老。まああの結局ですね、まあ最後のものであるというわけだから、我々は無数のこう輪廻を繰り返してきたわけですけれども、まあ、悟ってアラカンとなったこの方はですね、まあ、あの悟ったがゆえにですね、もうこの輪廻の世界には戻ってこないと、もう下脱をすると。ですからもうこういうふうに、四季重創業式そのもろもろの諸法のですね集合体であるこういう肉体を持つことはもうないと、生まれ変わらないというわけですね。で、まあ、過去の無数の業においても数限りない、もう始まりもいつだかわからないような、終わりもいつだかわからないような、もうその天文学的な時間の中を、永遠とも言える時間の中を、こういうふうにあの輪廻生まれ変わり死に変わりして生きてきたわけですね。でそれがなぜわかるのか、
ということになると、この人はまあ悟りを得ているから分かるわけですね。過去性のこと、未来性のこととかが分かるわけですね。さあ、それでは続けていきます。第203句。たとえ年の若い修行僧でも仏の教えに勤しむならば、眠れる者どものうちにあって目覚めている。彼の生存は空虚ではない。非常にこの何でしょうね、私はその悟っているので目覚めている、まあ、仏は目覚めている、その仏の教えによって悟った私も目覚めていると。だけど他の人たち、悟ってない人たちは寝てるんだよっていう、このロジックですね。眠れる、迷っているものは眠れるものであると。目覚めたもの、ブッダっていうのは、まあ、目覚めた人っていう意味ですからね。その対比ですね。それは本当に日本にもそういうスタイルでね、その対比のロジックというのはずっと伝えられてきましたね。国粋は各社をあざける、これは何でしたっけ、般若心経秘典でしたっけ。それでもね、ひどく酔っている人は、目覚めた人を笑うのだと、こういうお話ですね。さあ続けていきます。第204句。それゆえに聡明なる者は、もろもろのブッダの教えを思いながら、信仰と戒めと明らかに澄んだ信念と真理を見ることに努めるべきである。ダーマパーラ長老。はい、例えばですね、その年の若い修行僧でも、ここも非常に面白いところでですね、どんなに年が取っててもやっぱり悟れない人ももちろんいるわけですよね。だから年が若いからダメだとかね、あとは生まれが良くないからダメだとか、そういうものは一切ないんですね。さて続けていきます。第205句。御者が馬をよく鳴らしたように、誰のカンカンが静まっているのであろうか。高ぶりを捨て汚れのなくなった人、このような境地にある人を神々でさえも羨む。これダンマパダと一緒ですね。神々っていうのは結局六道のうちにあります。地獄、餓鬼、畜生、忍、天、修羅、こういう6つの世界の中にあります。ですから悟っていないから、まあ、例えば神様の世界にももちろん寿命があって、天人五水なんていうのは三島由紀夫の小説にもありますけれどもね、私ちょっとその小説は読んでないからわからないんですけれども、天人は死ぬ時にですね、5つの兆候が現れるわけですね。でどうやらね、天人ってね、死ぬ時すっごい苦しいらしいんですよ。地獄よりも下手したら苦しいらしいという話も聞いたことありますね。まあそんなわけで、どんなに寿命が長くても終わりが来るわけですね。その時は非常に苦痛を伴うわけですね。だから全然楽しくないわけです。神々よりももっといい生活をしているのは、そういう悟りの境地を得たものであるというわけですね。まあこう何でしょう、感覚器官を、まあ、馬を調教することに例える、これは結構インドではよくある、例えですね。さあ続けていきます。第206句。御者が馬をよく鳴らしたように、私の諸々のカンカンは静まった。カンカンというのは感覚器官ですね。6つの感覚器官があります。眼耳鼻舌身意、要するに目、耳、鼻、舌、それから身体、まあ、皮膚の、まあ、触覚みたいなものですかね。それから意、心ですね。これがあるわけですね。これを、馬を鳴らすように調教するわけですね。さて続けて、次続けていきますね。第207句。肌は荒れているが、心の善良であるモーガラージャよ、そなたは常に心が安定している。雪が降り冷えて真っ暗な夜がある。そなたは修行僧であるが、そんな時にどのようにするのであるか。
ですね、この肌は荒れてるっていうので何か赤切れでもできてるのかって思うかもしれないんですけれども、例えば修行生活が厳しくてですね、そうではなくてですね、実はこれは皮膚の病と申しますかね。一応ですね、注釈にはダトゥ、つまり雷病、それからカンドゥ、これは回旋、それからピラカー、これは嚢胞、できもの、おできのようなものがいっぱいできてるんでしょうかね。そういうことでですね、今そういう雷病というのがね、雷予防法っていうのは平成8年ぐらいに亡くなりましたけれどもね。でもほら、それ以前はものすごい差別をされていて、例えば砂の器なんかも雷病差別の話なんですよね。で、今その雷病差別っていうのが、雷病っていうのがもう身近なそういう差別として想像がつかなくなってきたので、最近のね、砂の器のドラマでは雷病じゃない差別によってね、表現してますけれども、雷病っていうのは昔はものすごく差別されたんですよ。で、あとはその、差別をされる、うつったら困る、ああいうふうになりたくないとか、そういうのを見かけのこともあるんですけれども、その他にやっぱり差別を助長した側面としては、これは天罰だと、悪いことをやったからこういうふうな病気になったんだと。あるいはその、現世じゃなくて前世にそういうことをしたんだとかね、あるいはその親の因果が子に報いみたいなですね、そういう差別が宗教の名のもとに行われてきてしまった。例えばだから結局ですね、それに仏教も加担をしていたのかもしれませんが、しかしですよ、ここで見る限りこの原始仏教では、そういう肌の皮膚病のようなものを持っていても、しかしこの人は悟っていて、その悟りの境地をこうやって読んでいるわけですから、やはり仏教としてはもともとはもうこういうふうにきちんと否定をしていたんだと思いますね。その業病というもの、仮に業病と言われるものかもしれないけど、それは悟りとは関係がないと。それでですね、何でしたっけ、旧約聖書の「ヨブ記」ですか、ヨブも神様にいろいろ試される時に雷病になるんですよね。それでただ雷病っていう、雷病っていうのはもちろん雷という菌があるわけなんですけれども、結局それは顕微鏡がなかった時代には見えませんから、ですので、やはりそのちょっと見かけがひどい病気はもう雷病ということにされてたんだと思うんですね。だから少しカテゴリーとしては広いと思うんですけれども、そういうものだから正確に言うと、厳密に言うと雷病ではない病気ももちろん含んでて、皮膚病なんていうふうに今は訳してたりしますね。重い皮膚病とかそういうふうに訳してますね。はい、こんばんは、アングラーさん。こんばんは。世界中で日本以外の仏教国で栄えている国はありますか？それは仏教国でありながら栄えている国ですよね。仏教が栄えている国はありますか？じゃないんですよね。難しいですね。なかなか難しいんですね。でもいろいろ頑張っている国はあると思いますよ。仏教国と言える国というのは、そうですね、今チベットはないようなもんですからね。ただインドの中にね、敷地はちょっともらって間借りしてる状態ですし、逆にあそこは国がなくなったことによって世界中に亡命者が散らばってね、チベットンスタイルの仏教があちらこちらでありますよね。それからミャンマーの仏教は最近非常に有名なので、結構習いに行ってますよね、みんなね。日本人も習いに行ってますね。私はそれはちょっとあまりどうなのっていうのはありますけれどもね。あとはそうですね、タイの国は一度はお坊さんにならないといけないんでしょ、人間が男として生まれたからにはね。なんかミャンマーもそうみたいなんですよね。そんな、あとはブータンですかね。何でしょうね、いわゆる
先進国と言われる国の中に仏教国があるのかないのかと言われたらちょっと厳しいですね。さあ、それでは続けていきましょう。第208句。マガダ国ですね。全体が穀物に満ちていると私は聞いている。安楽に暮らす他の人々のように私は藁をかぶって伏せりたい。モガラジャ長。第209句。他人を教団から排斥するな、また他人に反対するな。彼岸に達した人を罵るな、またその人に対して声を荒々しくするな。集会において名声を失った人のことを語るな。興奮することなく慎んで語り、よく戒めを守るものであれ。はい、アングラさん、豪華なかぼちゃ、ありがとうございます。はい、なんか今本当に何でしたっけ、ハロウィンのいろいろなものがね、街中にあふれてますよね。それが終わったら今度いよいよクリスマスが来るのかなっていう感じですけどね。私結構好きなのが「ナイトメアビフォアクリスマス」、あれすごい好きなんですけれども、あれの中でハロウィンタウンとクリスマスタウンが出てくるんですよね。あれって日本に置き換えてみると、正月タウンとボンタウンかなとか言ってましたね。ありがとうございます。それでは続けていきます。これ非常にこう、何でしょうね、結局こういう他人を教団から排斥するな、意地悪するなとかいろんなこと言ってて、やっぱりそういうことを言うっていうことは、そういう事実があったんでしょうね。やっぱ昔だからみんな仲良くして素晴らしい人ばっかりではなかったと思う。声、私なんかも喋り方が大変攻撃的だといつも言われてしまうので。少しね、練習しなきゃと思ってここで朗読もさせていただいております。声を荒々しくするな。そうですね、私やっぱりこうもともとスピードが速いんですよ。今はかなりゆっくり喋ってるんですけれども、でスピード速く喋るとですね、結構攻撃的に聞こえちゃうみたいですからね。なるべくゆっくりめに喋ろうかなと。さあ、それからこう名声を失った人のことを語るなとかね、やっぱりつまらない、噂話みたいなものとか、追い打ちをかけるようなものとか、やっぱりいけませんよね。でもこういうことする人は昔からいたんですね。続けていきます。第210句。いとも微細で、微細というのは細かい、微細という字ですが、仏教語読みで微細と発音しますね。微細で霊妙である道理を見、思考に巧みであり、態度が謙虚であり、ブッダに仕えた習性のある人は安らぎ、つまりニルバーナを得ることは困難ではない。ビサーカ・パンチャーリ・プッダ長老。これ前半と後半がまるで逆のね、悪い例っていうのと良い例っていうのがあって、割とこう、なんて言うんでしょう、現在のいろいろな、検証ページでもね、こういうふうに悪い例、いい例とか、やらなかった場合、やった場合とか、こういうふうに比較でね、イラスト入りとか表とかでこう書かれますけど、全く同じですね。こういうふうに比較して書かれると分かりいいですね。人間考えることはそんなに変わってないってことですかね。さあ続けます。第211句。見事な冠あり、尾が美しく、青い首も麗しく、表もきれいで、美声の孔雀どもは鳴いている。この大地は緑草豊かに水が満ちている。空は雲が美しい。なんか素敵な情景ですね。インドっていうとやっぱクジャクっていうイメージがありますよね。クジャクって言ってもどういうふうに鳴くんですかね。続けます。第212句。心喜べる人には怨霊なる姿がある。それを思え。良き人が
良きブッダの教えにおいて進みゆくのは優しい。いとも、少女純白であり、微妙で身難いところのかの不死なる最上の境地に触れよ。中羅か長老。これなんか非常に美しい詩ですね。やはりこういういいことを考えながら生きていきたいですね。さあ続けます。第213句。心は立てられる杭である。歓喜を楽しみながらやってきた。そなたは杭や木片のあるところにのみ赴く。第214句。心よ、我はそなたをサイコロの悪い目と呼ぶ。心よ、我はそなたを卑劣邪悪なやつと呼ぶ。そなたの死は得がたいがすでに得られた。私を道理ならぬことにそそのかすな。アヌーパバ長老。なんかこのサイコロの悪い目っていうやつなんですけれども、このサイコロっていうものが、サイコロ賭博いわゆるねこれがね、非常にインド人好きみたいなんですね。古典を読んで必ず出てくるんですよ。それでハマってね、それでこうどん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 かけるものが大きくなっていって、しまいにはね、国を失ってしまう王様とか、国をかけてね、それを失ってしまうとかね、そんな話まで出てくるんですよ。でこのいわゆるゾロ目とかピンゾロみたいな感じで、何かこう悪い目があるんだそうです。これが出たら終わりねみたいなねなのでそれのことみたいですね。だからなんかそれがものすごくこう不吉なことの例えで、そのサイコロの悪い目がとか出てくるんですよね。さあ続けていきます。第215句。愚昧なる凡夫は長い時期にわたって輪廻しつつ、もろもろの生存領域をへめぐってきた。この生存領域というのが、いわゆる六道輪廻でございます。地獄が鬼畜生修羅忍天と、続けます。四つの尊い真理を見ることなしに、四つの真理、死体ですね。死体は何々死体の死体じゃなくてですね、苦十滅道ですね。四つの真理、苦しみの真理、それを集めているという真理、それを滅するという真理、それから、その滅する道それぞれという真理ですね。続けます。第216句。その私が怠らずに収容に努めた時に輪廻は断たれ、すべての生存領域は根絶された。今や私はさらに迷いの生存を繰り返すことはない。バッジダ長老。第217句。緑に輝きよく繁茂しているアッサッタ樹、つまり菩提樹のもとで、正しく思念を凝らしてブッダを専念する思いを体得した。ブッダを専念する思い、つまり念仏ですね。今日本語で念仏というと何枚だというような気がしますけれど、これは称名念仏の称名の方ですね。お名前を唱える。実際の念仏というのは仏を思うことですからね。続けます。第218句。今から21光の昔に、その時私はその思いを得たのであるが、まさにその思いによって私は諸々の汚れを滅ぼすに至った。サンディタ長老。なるほどね。もう天文学的なですね、古い古い昔昔、その生まれ変わり死に変える、ずっとずっと昔からもうすでにその念仏ということは思っていたわけですね。仏を思う気持ちはあったわけですね。でもここまで生存を繰り返して長い年月が必要だった。でも必要ではあったけれども、実ったというわけなんでしょうね。この辺は我々の真言密教とは大きく違うところですね。
続けます。四句の要目、クマーラ・カッサパ長老とダンマ・パーラーとブラフマーリとモーガラージャとビサーカ・パンチャーリプッタとチューラカとアヌーパマとバチタと煩悩の塵を払いのけたサンディタ長老、二つずつの四句の修正のうちに98の四句がある。それは道理に通じた49人の長老たちの唱えたものである。以上、二つずつの四句の修正終わる。さあ、ここでですね、二つずつが終わりまして、次回から三つずつになりますね。今はですね、対になる二つずつのこうフレーズを唱えていったやつですね。まあ、一番最初の頃はワンフレーズだけ唱えてましたので、だん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 後になるに従って、ね、長くなっていきます。以上、仏弟子の告白、テーラガーター中村はじめ役、岩波文庫、二つずつの四句の修正終わります。あ、何気になんかご覧くださった人が多いんですけれどもね、もうこの時間ですので、この辺にしておきます。ギャテギャテアラギャテアラソギャテボジーサカギャテギャテアラギャテアラソギャテボジーサカギャテギャテアラギャテアラソギャテボジーサカニャー神業ナムダイ神城金剛ナムダイ神城金剛ナムダイ神城金剛ナムダイ明神ナムダイ明神ナムダイ明神元に宿徳義王一切が東洋主上海愚上仏道。はい、しけちゃん久しぶり、拍手ありがとう。今昼間とかはね、夕方とか、今この時間以外は、竹林遥か遠くというのを読ませていただいています。最近その慰安婦問題とかがこうテレビで、ちょっとディスカッションされる時なんかにこの本のことがちらっと出てくることがありまして、たまたま図書館に行った時に見つけて、ここにいらっしゃる、もういらっしゃるアングラーさんがね、私が孫子を読ませていただいている時に、安保法案とか安保法制どう思いますかとかいう話をしてですね、そういう現実の政治のこととか全く知らないので、全くその関わってこないでしまったので、これじゃいかんかもしれないと思ってですね、パル判決を読ませていただいて、次は民間防衛を読ませていただこうと思ったんだけど、これが人気がある本でね、今ね貸し出し中ですとか言われちゃって順番待ちなんですよ。で、どうしようかなと思ってたら、その竹林遥か遠くっていうのがあったので、それを読ませていただいてます。あと、そうですね、孫子というのは、戦争がもう戦争しますよという時に、その勝つにはどうしたらいいのっていう話なので、戦争をするかしないか、しないということがもし選べるなら、どうやって選んでいったらいいのかっていうことは牧師で読ませていただきました。何かね、面白いものがあったら、読みたいと思っています。ですね、昼間はですね、こういう近代史のようなものにもっとスポットを当ててね、でもっといろいろ紹介してくださいというリクエストをいただきましたので、どこまで対応できるか分かりませんけれどもね、いい本がね、皆様と一緒に読んでいければいいかなと思ってます。じゃあ、こんなところで終わりにしますね。おやすみなさい。良い夢を。オンバザラシャンティーン。また明日。